ダッシュでこずども武田でございます。刻んでいこうぜ。よしきでございます。いや、ふざけてる場合じゃない。ガチでキレてる。キレてんの？あいつ。あいつ、大丈夫。いや、マジで、俺絶対に誕生会の、絶対いるじゃん。そっちかい。そっち絶対許せない。だって、メンヘラを敵に回す、怖いぞ。まぁ、あ、ちょっとね、ずれちゃったんですけども、はいはい、本題、本当に怒ってるよ。どこに怒ってるか。地元。地元、くくりでかっ。前々から動画見てる人はわかると思うんですけど、震えたね。怖いか。泣きそうになってるじゃん。季節変わりの咳が止まんなくて、はい、咳を我慢した状態で喋ってる。なるほど。できてないやんけ。今年も、いわきサンシャインマラソン、走らせていただくことが決定いたしました。超ありがたいじゃん。ありがたいでしょ。レビューをゼロでしょ。ないよ。思い出して、非公認ゲストランナーっていう謎の扱いが出て、ありましたね。控え室、外の駐車場。駐車場ね。我々の力がまだ未熟だから、しょうがないよね。じゃあ、認めてもらうために、武田がフルマラソンで頑張って、目標を達成したら、来年は正式に読んであげましょうという話でした。しかもね、我々も10万人っていう膨大も行って、説得力はあるよ。もう、勢いに乗ってる。乗ってる。で、その出した動画の再生数も、バカーンっていった。さっき見たら9万いってたね。そうだって俺のフルマラソンよりいってんだどういうこと。でも俺の 100m よりお前の 100m の達成されてるから大丈夫。お互い何してんのっていうなりつつあるんですけど、まあでも10万人はいって、はい、実力もつけてる、はい、いわきサンシャインマラソン公認ゲストランナーを見習いです。あらあらあら、見習いって何？考えたやつ、役所。そう、これ役所。また今年も乗り込まさせていただきます。ああ、行こう。これはもう、確かに。サンシャインマラソン、目標達成できたら、ちょっと議題にはあげます。という話で、なんか、すごいさ、ふんわりしてたよね、なんか。まあ確かに。どうすっかな、みたいな。約束はできないけどね、みたいな。その名残の見習いなんだろうね。シンプルに考えてさ、野口みずきさんでしょ？柏原竜二さんでしょ？しかも、地元の大スーパーさんです。その、横に俺ら置きたくない。そうそう、わかる。これはわかる。それはわかるわ。なるほどね。ちょ、それも聞いていい？まあ確かに。100日前セレモニー、今年も呼んではくださってるので、まあどうせならね、このイライラをセレモニーぶっ壊しに行く。誕生日会のイライラを。違う。もう一点ですね。公認ゲストランナー見習いに決まったということで、今年は誰が走るんだと。あー、なるほどね。もう、ないよ、俺は。だってサンシャインマラソン走って、で、ニューヨーク走って、マジだよ。さすがに、と思ったんで、勝手に応募しときました。武田を。What do you mean?なれるでしょ。なれないって。まあだから。なれないって。俺に切れるじゃん。だからどうせ乗り込んで来年は公認ゲストランナーとして認めてくださいってどうせ言いに行くんだから、どっちかがちゃんと走ってどっちかの目標がクリアできたらしてくださいって言えた方がいいと思ったから、あ、じゃあ武田走ります。責任俺。はい、また。そうです。うわ最悪。福島県いわき市といったら、TKD でしょ。逆に逆うわそっか。慣れてはないのよ。慣れてはないけど、またフルマラソン走るんかいっていうの3回目はだるいからやめといた。また走るんかいって、ポップラインみたいな、そういうノリをやってた。ああいう底辺みたいなノリをやってた。君とカーボローング。急にディスるじゃん。急にポップライン敵に回す。片方いいし。君とカーボローング。大丈夫かこれ。愛のツッコミっていうのが、多分みんな知ってくれてるっていう、お互い好きだ、信頼してるから、できてるっていう話戻すけど。まあ、一旦受け入れますわ。まあ、サブ5、切ろうねっていう話で、まあ、切れたじゃないですか。またサブ5走って、なんていうのは言えないわけじゃん。はいはい。でもある程度決めちゃうよ、もうこっちで。去年はさ、市長に、じゃあサブ5切ったら言わさせていただいたじゃん。うん、あれも強さあるでしょ。お前は嘘つけない病気なんか本当に。で、ちょっと本当に決めてないじゃない。一応ベストが4時間37。時間もまあ3、4ヶ月ぐらい。自己ベストかな。それか4時間半切りと。4時間半が一番かっこいいんじゃないですか。まあね。うん、4時間半切りなかなか難しいよ。5時間の難易度と4時間半切りの難易度。これマジでだいぶ変わる。惰性の長距離練習じゃちょっと無理かも。わかりました。翔太はもう3回目だから。もう余裕。そうだね。さすがに。じゃあマジでもう行ったって。
ったろうかなと思って、メガネとかこうやっちゃう。じゃあ、つってこう。どういうことですか？どういうことですかってこう。どうしよう、コンタクトだったら。直談判、しに行きましょう。行きましょう、参りましょう。いわき市内田市長ってわかるけど、天童市の市長誰か知らんけどな。ダッシュで行こうぜ。さあ、到着しました。ここイオンモールの控室でございます。うん、イオンモールさんが買っていただいて、めっちゃ美味しそう。リキュールって仙台で有名だけどね。あ、そうだね。まあまあまあ、こんなんでね、我々ご機嫌になりませんよ。だったよ。これから100日前イベントが去年同様始まるので、うん、まあ、そこに市長が来るというのはがっつり言ったろ。お前一回も行ったことねえんだろ。市長楽しそうになる。確かないでしょ。でもね、ないよね。カメラあいつも、そうだよ、持って固まってるだけ。ああ、出てるだけでしょ。話してるの俺だけだよね。そうそう。さあ、周さん、会場です。ギャラリーいるから、かましがいがあるね。ね、去年よりもさ、イベント会場がなんか豪華になってるね。ちょっとさ、はい、寒くねえ今日。お前、寒いんだけどな。ビビり散らかしてんじゃねえか。あんま暖房効いてんの？寒いんだよね。寒いんだよね、マジで。オープニングめっちゃ盛り上がってました。あのあれだよね、緊張じゃなくて切れてんだよね。そう、無茶ぶり。とりあえずあの一言目が大事だ。一回練習しとく。じゃあ師匠、見習いって何ですか？舐めてるでしょ。ちょっとこの扱いです。っていう感じで行こうね。口、それに口開かで硬直して。それでは、初めにいわきサンシャインマラソン実行委員会会長であります内田博之市長よりご挨拶をお願いします。それでは市長お願いします。あ、走ってきた走ってきた。皆さんこんにちは。こんにちは。実行委員長の内田と申します。いよいよいわきサンシャインマラソン100日を切ることになりまして、盛り上げていきたいと。今日はいわき市大教の坂本道重さん、そして TKD プロジェクトのお二人、あと今年は記念すべき第15回目ということでありまして、新しいロゴマークであったりキャッチフレーズを、撮影ありがとうございます。横でいわき市を挙げて盛り上げていきたいと思ってますので、皆さんも応援よろしくお願いします。ありがとうございます。いわき市体育協会坂本道重顧問でございます。どうぞステージの方にお願いします。いわきサンシャインマラソンゲストランナー見習いの陸上系 YouTuber TKD プロジェクトの武田さん、よしきさんです。どうぞステージにどうぞ。写真撮ってます。D じゃない、 D じゃない、 D じゃない、 D。 卵かけご飯になっちゃう。 PTA のゼロ入れます。入りました。はい、ありがとうございます。それでは最後に TKD プロジェクトのお二人からメッセージの記入ということになりますが、聞いてた？聞いてない。聞いてないよね。これはこのまま市役所脇に飾られます。ずっと飾られます。はいはい、もうずっと残るものなので、ここに今から気の利いた言葉をここに入れる。そういうこと。そうでしょ。お二人がそれぞれ有機市役所、やっぱりクリエイティブな市なので、あ、いいですね。気の利いた面白いこと書いてる。ちょっともう大丈夫からもう煽りがありました。怖いよ、岩木。せっかく素敵な言葉いただいたので、そちらを僕の気持ちも添えて。どうですか？どうですか？読んでみて、読んでみて、武田さん。楽しく力走。なるほど。ありがとうございます。素晴らしい。これ一見楽しくと力走は相反するもののように感じますけど。いや、どちらも大事なんですよ。楽しく走ってみんなも素敵な思いになることも大事ですし、力走して結果を求めることも大事なんです。なるほど。どっちも、どっちも求めましょう。素晴らしいです。拍手お願いします。ありがとうございます。市長いかがですか？楽しく力走。はい、あとはですね、結果に期待したいと思います。ハードルが上がりました。カウントダウンボードの完成でございます。大きな拍手お願いします。そうですね、もう何度も今回お話しさせていただいたんですけれども、いわきサンシャインマラソン2024年、また我々 TKD プロジェクト、ありがたく読んでいただきました。本当にまずありがとうございます。そしてですね、見てください皆さん、ちょっとボードで隠れてるところあるんですけど、ゲストランナー野口美樹さん、ゲストランナー柏村隆さん、ゲストランナー TKD プロジェクトさん、誰だよ。誰
ていうの分かるんですけど、やはり YouTube で去年2023のいわきサンシャインマラソンで短距離選手である僕が初マラソンで5時間を切ることができればゲストランナーに推薦していただけるという内田翔と男の約束をしました。男の約束です。見ましたね皆さん、ヒッシュタッチなのですが、見てください皆さん、見習いこれちょっと誰考えたんだっけ、ちょっと教えてもらっていいですか。これ見習いって誰考えました、これ。あ、いるいたいるいたいる。内田翔、あれですよ、何ですか、はい、見習いって何ですか。いやでもね、はい、このゲストランナーのお二人、はいはい、野口さん、柏原さんね、はい、もうお二人がゲストランナーですから、はい、でもね、推薦はしました。やっぱりいろいろね、議論もありました。議論もありました。このお二人と一緒に同列でいいのかってこともありますので。そうなんですよね、皆さんご存知ですか、野口みずきさんは日本記録保持者、柏原竜二さんは箱根の5区で何度も区間賞を取ってる、どちらとももう日本を代表するアスリートなんですけれども、確かにそこに大丈夫ですかみたいな感じだったんですけど、でもやっぱり目標は達成したから。そうだね。そうですよ。では見習いなんですかね、市長。現在は見習いですけど、まず精進をしてもらって、はい、それでまたね、こう次の目標をまた実現してもらえれば。なるほど。これ皆さんマジで打ち合わせしてませんよ、今回ノー打ち合わせです。前回5時間切りっていう目標でしたよね、市長。次また動かしていただきます。4時間半切りどうしよう。4時間半か。4時間半切りで再推薦。再推薦。再推薦。柏原竜二さんの記録を超えたらってことですか。はい。やっぱダメだ。スタッフさん、これちゃんと話してありますか。いろんな手はずを5時間半切ればまた実行委員会の方にですね、私から推薦をする。やっぱりこう委員会で決めなきゃいけないんです。そうですよね、はい、で会長は私なんですけども、はい、またいろいろこうね、ご意見、皆さん意見聞きながら決めるという。市長、我々が挙げたいわきサンシャインマラソンの動画、もう10万再生近くいきそうですよ。え、そうなんですか。そうですよ。絶対僕らが一番広めてます。広めてますね、はい、私のツイッターよりもすごいですね。やっぱりもう一回いわきの魅力を伝えて、やっぱり市長は数字にこだわる方なので、4時間半しっかり切って、新たな感動をまた24年も見せましょうか。見せましょう。この時は再推薦させてもらいます。ちょっと強めにしてもらいます。手を約束させていただけますか。約束します。はい、皆さん来ましたね。はい、来ましたね皆さん。私からも一つ提案があります。おー、なんかある。また4時間半約束を果たせなかった。あ、そうだ。また罰ゲームですけど、またね、このサンシャインマラソン T シャツを、はい、あ、着てね、はい、でも1年間暮らすとか真冬は。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に、さようなら。あ、こちら市長これがいわき市ですから。これがいわき市。 YouTube チャンネル持ってないですよね。持ってない。あ、なんか持ってる人の立ち回りするから。約束ね。もう約束の、はい、握手を交わされました。一応ホールマークするお願いします。シャトちゃん、シャトちゃん、これで皆さんが証人となったわけです。証人ですからね。はい、ありがとうございます。どんなタイトルになりそうですか。いわき市長にキレてます。市長いいですか。いいですよ。